あ、最近遊戯王見たわ。テンテルレーテレレレレテンテルレーデッテッテッテデルデデルデッテッテッテデルデデルデッテッテッテデルデルデルデデデルデインセクター派が、この前瀬田さんとずーっと遊戯王の話してたわ、ニコラジ前に。1時間。に、遊戯王だけで1時間。ダイナソー、竜崎とか。なんとか骨塚なんだっけ、なんとか骨塚。インセクター派が、あれね、登場シーンが。あれめっちゃ、いや、俺バカ、俺今最近ちょこちょこ見てるからな。ゴースト骨塚。俺最近遊戯王マジちょこちょこ見てるからな。遊戯。海馬。モノマネの、クオリティを上げるために見てるわ。全然面白くない。ゴミ、はっきり言って。なぜなら俺は興味がないから、遊戯王のアニメに。俺がだから警察にパクられた時は、刑務作業として遊戯王を見させてくれ。一番聞くから。ただキャラクターが全部好きだし、音楽が好きだから見てる。ストーリーとかなんて見てねえよ。なんでよ、カードからよ、人形出てくんだよ、みたいな、そういうレベルだから、今まだ。理解度が。なんでよ、カードからよ、あんたブラックマジシャンってよ、つって。遊戯の得意技、ブラックマジシャン。攻撃力1800を攻撃表示で、ターンエンドだ。インセクター剥がせ、マジ見てくれよ。クソ面白いから。2500あるんだ。1800ぐらいだと思ってた。2500ってめっちゃ強くない？お前クリボー600ぐらいなのによ。何 ?2500 ある？ブラックマジシャン。めちゃめちゃ強いじゃん。クリボー600ぐらいなのに。だからクリボーを生贄にするんだ。あいつすぐクリボーを生贄にブラックマジシャン召喚しない？相棒ぶってるのに。あ、そういうことなんだ。なるほどね。クソ強えんだ。そういうことか。墓地にいるクリボーを生き返らせて、また、生贄に捧げるみたいなこと言ってた。なんでこいつ墓地から蘇らせてすぐ生贄に捧げんだよみたいな。死者蘇生みたいなこと言ってた。あんだけクリボー可愛かったのに。俺クリボー大好きなのに。みんなも一回見てくれ。インセクター剥がせんだけでも。俺がさ、すごい誇張表現をしてると思われたくないんだよね。違うんだよ。バーサーカーソルのところ。あの子かっこよかったよな。HP0 になっても攻撃し続けてんだよ。そんなのルール違反じゃん。なんか、倒してさ、直接攻撃してさ、HP0 になってんのにやめないんだよ。そんで女に止められて。やめてよ、遊戯！もうインセクター！ほら、言われたから見てくれ。ニコ動で。これ、上がるか見てくれ。これマジ面白いから。長いから見るの誰からみんなおのおの見てくれ。マジでこれおすすめ。おぬぬめ。見てくれ。ちょっと見てくれ。見てくれ。これ全然違うの？あれマットなの？俺、エネミーコントローラーも知らねえんだよな、まだ。ちょっと見たらあれすれば全部。ちゃんと理解してからみんなに発表するわ。左右 AB。 なんでエネミあれなの？コントローラーでやってるってこと？上上下下だの。
エネミー出るまであと200時間かかる。だからさ、長くて見る気しねえんだよな。長くて 見る気しないんだよね。コマンド入れて敵を操るんだぞ。意味がわからんぞ。でも、1話からして意味わかんなかったわ。もう一人の僕みたいなことですね。なんだこいつ、統合失調症かなと思った。あの、遊戯のジジイがなんか、よかったわ。遊戯のジジイが。アガサ博士みたいな声して。なんていう名前なの？遊戯のおじいちゃん。スゴロクっていう名前なの？武藤スゴロクって名前なの？へぇー。武藤スゴロクらしいよ。見てみたいわ。武藤スゴロク。どういう気持ちで親が武藤スゴロクという名前をつけたのか。でもやっぱ売れるには売れる理由があるんだよ。で、俺とかマジで全然興味なかったけど、ちゃんとアニメまで見てんだよ。なんなら遊戯王のね、カードゲームやりてえなって思えるよ。なんだこれ。アバスト無料アンチウイルス。やっぱ売れるには話題になるってのはすげえことだよな。話題になるって。すげえことだよな。え、アバストって大丈夫でしょ？悪いあれじゃないでしょ。アバストって。え？これウイルスなの？アバストってな、仲間じゃないの？最初カードゲームじゃなかったからだ、遊戯王。どういうこと？途中から変わったの？知らなかった。ゴルフしてたらしい、遊戯王。試行錯誤の結果、だってさ、一番最初の、カードゲームの、一番最初の流行ったのって、遊戯王なんじゃないの？違うの？ポケモンカードは？マジック・ザ・ギャザリング。マジック・ザ・ギャザリングが流行って、遊戯王が流行って、ポケモンカードが流行ったってこと。ね、マジック・ザ・ギャザリングって何なの？今でも流行ってんの？マジック・ザ・ギャザリング。流行ってんの？海外で流行ってんの？え、未だにどんどん、バージョンアップがなされてるの？今一番流行ってるカードゲームって何なの？今一番世界で人気、ハーフストーンとか？マジック・ザ・ギャザリングなんだ。俺マジック・ザ・ギャザリングって名前は聞いたことあるけど、ハースストーンなんだ。え、なんでゲームとか出さないんだろうね、マジック・ザ・ギャザリングの。規模が違うんだ。へぇー。TCG は最近落ち目だな。TCG わかんない。あ、出てるんだ。日本だとシャドーバースとか分かりやすいのあるじゃん。あれでもポップに作ったのが強いよね。どこかさ、暗くてオタク臭いイメージがあるじゃん。じとっとしたイメージがあるけどさ、可愛い女の子とかさ、胸のおっぱいの大きい女の子とか出すことにより、そういうのが緩和されるような。いや、シャドーバーなんてまだ明るい方でしょ。お前、遊戯王とか見てみろよ。お前、ちょっと待って、遊戯王のカードとか見てみろよ。やばいぞ。ブラックマジシャンとか知らねえだろ、お前。ブラックマジシャンとか、暗いぜ。ブルーアイズの、アーダコーダ、ホワイトドラゴン。ガーゴイルパワードってやつらしい。何このか、あーもう、うわー、てかあれやりたくなった、今ので。なんだっけ、ドラクエモンスターズやりたくなった。パワードっていいな、パワード。次ドラクエモンスターズやるとき、パワードってつけるわ。